こんにちは、速稼塾の久保です。なんかね、ここのところね、 AI アートっていうのの制作にものすごくね、私は魅力を感じて、もうずーっとやってるんですよ。で、今日はですね、私の作った AI アートの中からちょっとシリーズ化して何点か紹介したいと思います。まず一つ目の、まあ、作品といったらちょっと大げさなんですけども、作品は都市とかね、惑星とか、そういうイメージですね。未来都市とか砂漠とか、そんな感じですか。まあちょっと見てやってください。こちらの方にね、あの画像を映させてもらいます。はい、こちらです。まずはですね、まあ冬の散歩道みたいな感じです。まあこれはね、なんかなんとなくイメージつきやすい、地球上にもありそうな風景ですよね。で、私が好きなのはね、こういうやつですね。砂漠のオアシスってタイトルなんですけども、まあ明らかにこれは地球上では考えられない風景ですけども、こういったところに SF 映画とかね、それからなんかこう、イリュージョン的なものを感じるなと思います。ずっと眺めていられますね、これね。はい、次です。はい、未来都市のようです。こういうふうな松本零士チックな未来都市ビルの間を、まあ、高速リニアカーが走っているようなイメージですか。あの都市には、一つのビルに、まあ、数万人規模で人が住んでいるって感じになるんでしょうかね。で、これも砂漠ですね。砂漠のオアシスというタイトルですけども、オアシスはないですけども、上の方に見えるのは、なんか浮遊物なのか、それとも山の頂が見えてるのか、それから見慣れない植物と、あとは山の形も地球上ではちょっとないですよね。で、歩いてる二人の女性に見えますけども、砂漠の民ということでしょうかね。まあ、日光ってものがどういうふうな方向から来てるのかわかりませんけども、これみんな AI アートって言って、私はね、ワンタップするだけでパッとこれをね、作ってくれるんですよ。で、二度と同じような画面には出会えませんし、このそれぞれの画像が関連性やシリーズ化されてるわけでもないんですよ。全部が独立した一枚の、それこそ世界に一枚の絵なんですよね。これも砂漠ですね。うん。なんかこれは、なんか地球上にこんなところがあるよって言われても、あ、あるの？そうなんだ。みたいな感じで、サボテンとかがあってね、グランドキャニオンとか、メキシコを思い出させます。これはどうでしょうか？砂漠の都市ではあると思いますけども、下の方は切り立った山々、非常に無機質なものを感じるところに、右下に生命を感じさせる青い、丸いね、物体があります。上の方は果てしない旅を感じさせますが、向こうの山の方には何があるんでしょうかね。生物らしいものはちょっと見ることができません。水もないみたいです。はい。ちょっと似てる画像なんですけども、なんか右下に植物のような、なんか生命のようなものは見えますけども、鉱物のようにも見えます。ちょっとね、霧がかってるというか、下の方に水色の光に反射した霧のようなものが見えますね。で、上の方には惑星か何か天体の一部が見て取れるような気がします。もしくはオーロラのようなものが降り注いでるのかなと思いますけどもね。木ですね。左側に稲妻っぽいものがありますけども、この木も AI アートです。多分この植物は種類的には何なんですかって言われても多分分類できないんでしょうね。はい。あ、なんか生き物らしいものと都市らしいものがあります。この谷間にずっと向こうの方に光り輝く都市の中心部があって、そして下の方には川が流れているようにも見えますね。もちろんこれ地球の風景を先入観としてこうやって見ますんで、なんとか地球のね、既存の風景に当てはめようとするバイアスがかかりますけども、他の惑星には他の惑星の理屈が動くところがあるのかもしれません。なんか3人ぐらいの人がね、中央下の方から、なんかジェットなんとかで飛んでるような感じもします。はい。おっと。左側になんか人間っぽい、それでいてライオンっぽい、狼っぽいのが、擬人化されたものがね、ロールプレイングゲームの登場人物のように何かを喋りかけてますね。で、右の方にはそれに応えるように、アーマードスーツを着た人間のようにも見えますけども、これ自体が生物なのかもしれません。で、非常に寒そうな場所ということが見て取れます。なんか雪だか霜だかが降ってるように感じれますね。向こうの方には岩のような宇宙の一部のようなものがちょっと映ってるって感じですか。はい。あ、これも未来都市みたいな感じですね。これ松本零士の世界ですか。スチールで作られたビル、
そしてそのビルに窓がないところを見ると、大気が汚染されていて、窓ってものがなかなか許されないのかもしれません。ところどころに光が漏れているところがありますけども、これは工場なんですかね。はい、砂漠のオアシスですね。ちょっとホッとするような絵です。向こうの方に、右側に家みたいなものがありまして、左側にもちょっと大きめの家が半分見えてます。そして、こちら側、手前側になりますと、左にあるキノコみたいな屋根の下に、住民がちょっとね、屋根から外れたところにいますね、中央に。影が映ってるところを見ると、向こうから光が当たってるんですかね。虹も出てます。おそらくこの人は、虹を見にちょっと外に出たんでしょう。虹が出るということは、やっぱり雨も降っていて大気があるのかな、水も豊富なのかなってところを感じますけども、人工物、道路みたいなものはちょっとおおよそ見えません。やっぱ建物がありますからね、家とかね。うん、なんか道路がないと、車ってのは来にくいかなと思いますし、もしかしたら道路がいらない、無重力空間を走るエアカーみたいなものがあるかもしれませんね。想像しちゃいますね。はい。これは地球ではないんですけども、地球に似た惑星を上から見たところと、向こうの方に火星のような衛星が映ってるところですか。これもなんか SF の始まりだか終わりだかを感じさせます。宇宙空間赤くなってますね。ここからもこの惑星に人が住んでいそうだなとか、大陸はあれなんだろうと、アラビア半島かなとかね。それとも、これは大陸ではなくて、なんか、雲かなんかかなとかね。海が綺麗だから海底が映ってるのかなとかね。そうやって考えながらずーっと見ちゃいますね。はい。また、これはね、どこかの惑星なんでしょうか。無機質なものを感じますが、ただその無機質に感じる、その岩山にね、光が漏れてるところを見ると、何かが行われてるのかな。もしくは漏れてるんじゃなくて、光がどっかから当たって反射してるのかなと。いずれにしても、これ左下に何か人が集まってそうな、そんな場所がありそうなんで、そうだ、あそこへ行ってみようかと思いますね。はい。おー、これはなんか宮殿のエントランスでしょうかね。黄金に輝いていて、なんか向こうから中ボスとかが出てきそうですけどね。うん、宝の在りかが伺えそうです。これはどういうふうに説明したらいいんでしょうか。なんかコスモ生命体の中心部で、つまりは惑星の魂があの青いボールのようなところに描かれているのかなと。それを支える下から出ている炎のような精神体。で、右の方にはなんか太陽みたいなものがありますけどね。で、これがどうも人工物でできているのかなと。つまり人工生命体、そしてそれを司っている人工惑星の内部というふうに想像しますね。いろいろ考えることができるんでね、面白いなと思って。これで眺めちゃうんですよね。自分で作った作品で自分にこう没入するみたいなところが AI アートの素晴らしいところかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じでね、私の作った AI アートを解説付きで眺めてみましたけども、いや、私的にこれすごくね、豊かな、心豊かな時間ですね。今までの人生、こういうのはね、得られなかったんで、テクノロジーが、まあ私のね、世界観を変えたとも言えます。すごくね、私はこれ面白いなと思いました。これからも AI アートをどんどん作っていって、自分で作った AI アートの世界に自分で入っていくというね、こういった楽しみ方をしようかと思います。以上、ワンダーというアプリでお送りしました。ありがとうございました。